ばんは。フラッシュスペシャル読んだ、よかった、ありがとうございます、読んでくださって。こんばんは。今日は1日ということで七並べのお礼もするんですけれども、いらっしゃるかな、1位のお方。次の上がりはいける。本当？読み応えありました。何の曲だろう、私が歌える曲かな、どうだろう。15分くらいからしようかな、お礼配信。並べの最近あつ森をしてるんですけど、この前初めてサヤンと通信しました。こんばんは。サヤン言ってた、あ、本当？お話し会の合間時間にみちが消してやりな違うんよ、そうなんだけどごめんなさい、ごめんね、そうよ、そうそう、そうやんに10万円分ぐらい、10万ゴールドぐらい見つけました。まあ今日ね、魚を多くっていうか、魚を高く買い取ってくれる人が来てて、島に。だからちょっと魚釣りしてました。30万ゴールドぐらい多分稼いだ今日で。でも5時までおるけんね、あと6時間はおる。大阪リアル追加されたけど1時で頑張らなっちゃった。そうなんです、皆さんありがとうございます。今回も時間進めてる、今回も時間進めてない、今はねリアルタイムだよ。現実だと仮定すると面白い、確かに。だって今日サメね10回ぐらいねあれだもん、釣った。サメのお話聞いてくれてありがとう。いえいえ全然リアルな話かと思って。オンラインも構いなくてだね、ありがとうございます、皆様こんばんは、嬉しい限りでござります。魚高く売れたんですよって言ってないだろう。いやもう魚釣りしながら配信しようかと思ったもん。
今島に住んでるのかと思ったよ。今日はジンベエザメに2回釣ったし、サメも2回釣ったし、コバンザメ釣ったんですけど、コバンザメはなんかコバンザメはサメじゃないみたいな、ピッあの釣った後に出てきた。そうなんですか。この前ね、なんかまだ図鑑が埋まってないところを埋めよう埋めようっていうして時間を進めてないのか、元に戻したのかな。今日誕生日です。お、ラクエルさんお誕生日おめでとうございます。おめでとう。現実ではジンベエなんて絶対釣れないよ。知ってるよ。沖縄の美ら海水族館で見たことあるよ。この前のお話し会は時間足りなかったから次回は多めに。ああ、お待ちしております。ありがとう。うれっぴー。今見に来た人、みちゃんのキャラ的に本当にサメ釣ったと思ってそう。思うんでしょ。どんなキャラ。僕の島の名は Love You Me Too だよ。おしゃん、すごい。でもたまにさ、島をさ消して呼ぶときあるやん。あれちょっとあれだよね。ラブユーミーまでしか言われないでしょ。だってラブユーミーだからいいのか。大阪リアル1枚だけ当たりました。最高のタンブレです。おー、楽しみですね。浴衣着てくるの。でも私はね、株でさ。やばい、どれだけ喋っても現実世界の話みたいになっちゃうけど、株でさ結構稼いだので。今貯金300万ゴールドぐらいはあるんですよ。そう、でもやっぱね、お金って減っていく一方だからさ、あのこうね、稼げる時に稼いのかんと。欲しいものがいざ出た時にさ、たぬき商店に欲しいものが並んだりした時にね、さらっと買えんかったりするから。定期的に株してるわけじゃないんですよ。今は株つまりなら1000万クラスでお金あげれるのに。もっとすごい実業家がいたぜ。フラワーフェスティバル見に行こうかな。来てくださいぜひ。こんばんは。あと2分だ。みんなみんな微笑み仲間。並べのコインはね、たくさん持ってるんです。
私は先月のランキングは113位でございました。こんばんは。でもね、腐った株をね、外に置いとったらね、そこにしか出ん虫とかもあるけんね。腐った株は悪みたいなものじゃないんだよね。ちょっと前に七並べリクエストで歌ってた桜坂さんの曲、あれはね、その日までっていう楽曲ですね。STU の音ゲーとか出てほしいな。確かに乃木坂さんの私めっちゃしてた。七並べは1位の人しかプレゼントはありませんか。1位の人しかプレゼントがないっていう考えというよりかは、こう1位のになってくださった方には儲けてるよっていうだけで、プレゼント私からみたいなっていうよりかは、ありがとう1位を取ってくださってっていう気持ち、まあ、プレゼントっちゃプレゼントですけれども、あのね、なんかランダムにしてって言われたりするんですけど、それはずっと決めてやってたことなので、ランダムにするしなくても、あのね、その後にあのリクエストを聞く時もありますし、そう、なんか不公平って言われるんですけど、不公平ってなっちゃうんですよね。1位は1位だからなので、これはこのまま行かせていただきます。そう、そうなのよ。ということで、100位からの皆様のお名前を読ませていただきます。100位マタンゴさん、99位モンブランさん、98位ユミチュさん、97位キョンシーさん、96位トントン21さん、95位 YK さん、94位なっちゃんさん、93位リエボーさん、92位あやさん、91位タカピーさん、90位京平さん、89位タカハさん、88位ユミチュさん、87位ホジェさん、86位ジユンさん、85位ミーブン八八さん、84位ミッチェルさん、83位ユキカゼさん、82位マジスカさん、81位ナカンさん、80位ジャストミトさん、79位チロさん、78位小池カオルさん、77位マサトラさん、76位羽の国のしんちゃんさん、75位バンバンさん、74位リョウさん、73位エイサクさん、72位レビンさん、71位ヨヨヨのヨさん、70位ベットンさん、69位ユートくんさん、68位シンヤケンさん、67位ビーディーマンさん、66位ゴロツキネコさん、65位世界ひろしさん、64位ガチガチガッチャンさん、63位エムアカさん、62位ユウスケさん、61位タケさん、60位サヤさん、
59位ゆういちろうさん、58位うずさん、57位あきたきじょうさん、56位ダダダダムドさん、55位チェスマーさん、54位シュン台湾さん、53位パオスさん、52位負けならバーストしてさん、51位ゴレヒロさん、50位ムッシーさん、49位超賞金さん、48位コウショウレンさん、ベニトビレンさん、ベニトビケンさん、47位シティリバーさん、46位ルカミチュさん、45位ユキさん、44位ゴンジーさん、43位ズーチャーさん、42位パープルマスクさん、41位バツマルさん、40位カツオ48号さん、39位クマ5号さん、38位トミコさん、37位アグネスさん、36位ブルーさん、35位マサさん、34位カズ66さん、33位ヒョウさん、32位ノビさん、31位シンヤさん、30位東京特許許可局局長さん、29位リョココさん、28位つぶつぶゴリラさん、27位ニューヨーク嶋佐和也さん、26位トゥーさん、25位西平さん、24位アンバさん、23位セリアさん、22位今ちゃんに嫌われた王さん、21位ミチューバーさん、20位しげのりししさん、19位くぼちさん、18位運気水郷さん、17位やすさん、16位ピコロさん、15位なべさん、14位きみさん、13位ウィーウィッシュさん、12位ミニマロンさん、11位タカさん、10位モカチンさん、9位 M ケンさん、8位トモマーチさん、7位マサジさん、6位冬風さん、5位フーさん、4位米印さん、3位長谷川さん、2位まさに晴天の霹靂さん、そして1位はドゥルルンジちゃん、9と6さんでした。ありがとうございます。ということで第65回コシメイベントランキング上位5名の皆様でございます。ありがとう。こんばんは。皆様ありがとうございます。ということで1位の9と6さんリクエストソングはがやってただけに順位も変動ね。のいみさんの僕たちのイメージできますか。わかんないです。ノットイコールちょっとお時間をいただいて週末の意味広島だね。ね、広島来られる。いつがいいだろう。6月8日で
てもいいでしょうか。ケトロック様、ユリアピースさん今日は誕生日です。あ、ユリアピースさんお誕生日おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。1週間いただいてもいいでしょうか。大阪全部完売すごいね。ありがとうございます。本当に皆様のいみーさん、僕たちのイマージ聞いてみよう。今おう、キラキラだ。お友達してる？すごいアニメのエンディングみたい。いいですね。8日でも全然大丈夫。ありがとうございます。じゃあ8日に通していただきます。ありがとう。イントロからキラキラだった。のいみちゃんいい歌よね。みんな声がなんかすごい素敵。やっぱソロパートがあるからもあるのかもしれないですけど、一人一人の声がさ際立っていいよね。のいみさんもですけど、にゃじょいさん、ニコラブさんもソロパートっていいよね。そうそうそう。
ルームのカラオケにはありました。僕たちのイマージュ8日に歌います。リクエストありがとうございます。イマージュ、ありがとう。神様も呆れるくらいにのソロパートもいいよね。どうですか、なんかアイドルっぽい曲っていうかさって感じじゃないですか。神様も呆れるくらいにってちょっと可愛い感じの曲だから可愛い声で歌いたいなと思って、なんかなるべく可愛く歌ったんですよ。神様も呆れるくらいにはね。そしたらなんか自分で聴いとる分には分かんなかったの。その CD で CD が出来上がって自分の声聞いて、あそんなに普段と変わってないかもなみたいな風に思ったんですけど、なんかね Twitter でね、こんな道の声初めて聞いたって書いてくださってる方が いらっしゃって、嬉しかったですね。ぜひ聞いてみてください。可愛くと思って歌ってるんだなって。そんな歳の時の声そんな歳の時の、確かにね、あー可愛い、確かに可愛くって思って歌ったかも。キワキワな歌、そうだった。うん。あれね、朝9時ぐらいにねレックしたんよ。神様も呆れるくらいに、じゃけんめっちゃなんか自分的にはめっちゃ朝のレコーディングでで早いんですよね。そうなのよ、寝起きなわけでもなかったけど、あのね、私一人で撮ったんですよね。あの時ね、あのフェイタの稽古期間だったのかな。で、そう、なんか普段だったらメンバーみんなで行ってみんなと一緒にレックするみたいな感じなんですけど、みんながじゃけ何時に撮ったかわからんじゃけど。っていう祭で見たときはメンバーみんなキャピキャピしてたような気がする。そうそうそう、楽しい、あのダンス、キャピキャピダンス。レコーディングってレックっていうのね。えレックっていう、録音をレックするっていうのかっこいいなんか恥ずかしい、レックって言ってた私。MV 撮影とレックどっちが先だった？ MV だった気がします。
やだ。教会人みたいに普通に言ってた。教会人だからね。一応MV が先だと思ってた。あれ、私 MV って分かった。今先なの。 MV が先だったと思います。そう、大体そうっていうか、レコーディングから先にしたことないかもしれない。今まで MV ちょっと、うん、普段業界用語とか出てしまう。そんなに出ないですよ。何があるじゃろうな。で、違うやん。シースはね、わざとでしか行ったことないな。カラオケで歌うならステイホテッドの息をするから。おお、確かに。上手下手はだいぶ浸透してきた。うん、でも結構皆さんもね、上手下手って言いますよね。今度のライブ上手の方の席だからみたいな。すごいすごいなって思います。だってダンスとかしてなかったら上手下手も馴染みがなかった気がするもん、自分だったら。下手って感じだと不審になるから。ショールームの中で下手になる。下手だからだよね。下手って読めるからだよね。大抵を交番とか言うの。どっちも言いますね。舞台見るようになってマチネとソワレを知った。私もよ。上手下手は中学校とか能舞台とかで習わんかね。習ってたっけ。ショールームてっぺん越えちゃうわって言いますか。言わない言わない。あれはでもなんかこれをさ、その業界用語みたいな知らなかったんですけど、バラシになりますみたいな、これ業界用語みたいな見たことある。なんか業界用語一覧みたいなサイト見たことがあって、バミリもそう、バミルもそうなんだ。そっか、確かに27時という存在しないじゃない。確かにフィックスで。普通に生きてたらネタバラシの時くらいしかバラシ使う。バラシ、バラシは闇の世界用語。闇の世界、あれだよ、それはキャンセルでっていうことが、うん、
バラシはよくオキポが使ってる気がする。あ、そうなの？リスケ。抑えられてた時間、なんかお仕事入るかもみたいなのがなくなっちゃったらバラシになりましたとか言うよ。リスケも同じことだよね。ファミリはサスとかスタンドマイクの位置とかをこう何て言ったらいいのかな、こうね、袖から出てきてポンってちゃんとした位置に置けるようにつけてる印のことがファミリ。サスはスポットライトとか、そのスポットライトにちゃんと照らしてもらうためにその目印をつけた位置に立って登場するみたいなやつを、そうサスに入るためのバミリみたいな。ねえ、確かに業界、別に業界用語みたいなことはさあんまり私も使わないからさあれだけど、おはようございますは言うかもしれないですね。おはようございます、おはようございます、おはようございますか、お疲れ様ですってご挨拶するから、なんかね夜だけどさ、今日初めてお会いしたなとかだったらおはようございますって言ったりするから、たまにおはようございますってなることはあるかも。昨日の時にみちゃんが話しててさ、初めて知った。あ、本当？おはようございます、スーパーのバイトの時も言ってたから業界あんまり関係ない。あ、そうなの？いいじゃない。じゃあわちがわからんかったのはね、トラ。うんうんうん、トラ分からんかったな。歌う気なくしちゃった。歌う2曲ぐらい歌おうかな。ダンスをしよった時にトラって言われて、トラってなんじゃろって思ったんですけど、あのね、代役のこと、代わりの人みたいな。ここ私トラで入るからみたいな、ダンスの先生がいらっしゃって、そこにリハとかにさ、お仕事がかぶって来られんかったメンバーの立ち位置に、そう、私ここトラで入るから動画撮るときみたいなことさんに言ってらっしゃって、トラって言うんやなりましたね。トラを代役にしてた頃の名残。トラすごすぎ。
危険すぎるやろ。去年いきなり STM がランスルー使いました。そうなの。語源はなんじゃろ。確かにね、なんなんでしょうね。使う機会がないから多分忘れる。次元お仕事が大変な時とかにさ、皆さんもさ、あートラがいればいいのになとか言ったら、エキストラのトラから来てんじゃない。確かにそうかも。そうなのかな。あ、そうなんだ。そうなんですって。すごトラは私は使ったことないですね。キストラって言えばいいや略したがり、略しがち。確かにエキスだと変になりそう。確かにね、エキスを取るかトラを取るか。確かにそれだとトラを取るかもしれない。私ここエキスエキスで入るから。確かにエキスでも分からんし、確かにエキストラのどこ取りますかって言われたらトラかもしれない。うん、確かにね。こんばんは。あ、マイクテスト、マイクテスト。洗濯物のギフトを見て思い浮かんだ曲です。ここに並んだ団地の窓にいくつ幸せが存在するか数えて、風に揺れている洗濯物の色味でどんな家族なのかわかる気がしてしまうよ。僕が守りたいものどこにあるのか。通りかかった道端で考えた、ありがちな恋愛のその結末はどれも同じで、そう知らぬ間に二人別の考えたくなる。こんな理屈っぽくなったきっかけはなんだ。あの日一人になって探し始めた。もし失ってしまったら困るもの、ありがちなさよならばそれでよかったと言い聞かせて。
ありがちな恋愛のその結末はどれも同じで、そう知らぬ間に二人別の道を行く。愛よりも大切な夢を見つけたのなら、現実はいつだって退屈なもの。ありがちな、ありがちな。しゃ、あと一曲かな。どうだと思う？二曲いける？まずこれ歌うか。さよなら。僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中とめくり合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ声に出してみる。君は君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさん見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になれば、もう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまった。教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ
が好きになると知らぬ間に微笑む思い浮かべるたび幸せな気持ちに君と巡り合って僕は楽になった普通に息を吸って普通に吐いている君を好きになって肩の力が抜けた僕は僕のままで変わらなくていいんだ好きだ好きだ声に出してみる君が君が好きだに乗せながら行こう。本当は夏が来たぞ。始まり Sunrise days 君はいつだって眩しくてちゃんと見れなかったんだ Growing up days 僕はカッコつけてたけれど本当は恥ずかしかっただけあっという間に13位井上義弘さん、12位長谷川さん、11位ホジさん、11位奈良子さん、9位坪井祐介さん、8位せいちゃんさん、7位ブルーさん、6位ラスカルさん、5位ボブさん、4位セリアさん、3位ジャストミトさん、2位お嬢さん、そして1位はトゥルルンちゃん、ナッカンさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルルンちゃん、あいつも翼の折れたエンジェルさんでした。ありがとうございます。